みなさん、こんにちは。ミルキーです。ということで、本日はですね、妊娠中の話をしていきたいと思います。最近ちょっとですね、チャマラの方も、ちょっと今入院中ということで忙しいんですけど、私のですね、今お腹の中に赤ちゃんが第2子を授かっておりまして、そちらのね、話が最近全然できてなかったので、ちょっと話したいこともね、結構いくつか溜まってしまった状態なので話していきたいと思います。まずですね、お腹の子なんですけど、前の動画にもね、あげてると思うんですけど、12月のね、5日が一応出産予定日になってまして、残りね、4ヶ月ぐらいになってきたんですけど、結構最近ですね、お腹も出てきて、まあ、妊婦さんらしくなってきた感じになります。でですね、お腹の赤ちゃんなんですけど、最初本当に初っ端は順調だったんですけど、途中でですね、先生にエコーを見てもらったところ、ちょっと背中の方にむくみみたいな、影みたいなエコーの写真で写ってしまって、ちょっとそれがね、ダウン症の確率がちょっと高いということで、半分ぐらいダウン症の確率があるんじゃないかっていうことで、ちょっと先生から、羊水検査どうされますかっていうふうに、ちょっと聞かれて、だいぶ、今月初めですね。あ、先月か。6月の終わりぐらいに、一応、羊水の検査を受けてきました。で、一応、結果はですね、何も問題なく大丈夫で、で、ちなみに羊水の検査をするとですね、男の子か女の子かっていうのもわかるんですけど、一応、お腹の子はね、女の子だということがわかりました。なので、まちゃまりが男の子で、次の子が女の子なので、もうなんか、いい感じに育てばいいなというふうに思ってるんですけど、とりあえずですね、まあお腹の子は男性とかの染色体の異常はとりあえずないということで、まあ無事に検査はね、終わったんですけど、まあちょっとね、初めてのね、羊水検査でね、全然わからずだったんですけど、まあイメージとしては結構痛いイメージかなと思って行ったんですけど、ほんと注射刺されるような感じで、まあ麻酔もね、もちろんしてもらったので、それもあると思うんですけど、まあ、麻酔の注射がちょっと痛くて、まあ、あとは本当に、注射をね、受けてるっていう感じのイメージでした。で、まあ、羊水検査もね、無事に終わって、問題なく終わったので、ちょっと今、一安心してるところなんですけど、で、ね、このまま、まあ、順調にね、なるべく、まあ、ちょっと前回が切迫早産ということで、ちゃんまりがね、ちょっと2ヶ月早く生まれてしまったっていうのもあるので、ちょっと今はですね、1週間に1回、一応病院に通って、まあ、エコーとか見ていただいて、まあ一応ね、問題ないっていうことを確認して、1週間に1回はね、一応病院に行っています。ということで結構ね、最近は本当にちゃんまりの病院に行くか、お腹の赤ちゃんの病院に行くかっていうことで結構ね、病院通い詰めてるんですけど、まあなんで、なんかもうどっちの病院に行ってるんだかっていう感じで、結構今、病院通いを大変にしております。でですね、まあお腹の子も順調にね、まあちょっと今回はなるべく正規産で見たいので、ちょっと慎重にね、病院に通ってるんですけど、ちょっとね、徐々にね、コロナの方もね、都内で出始めているということで、ちょっとそちらをね、手洗い、うがいと、プラス私は顔洗いもね、最近はしておりまして、結構厳重にコロナ対策はしています。ということでですね、まあとりあえず、無事に今のところお腹の赤ちゃんが成長しているということなんですけど、ちょっとやっぱりね、一時期その背中のむくみがって言われて、ダウン症かもしれないって言われた時はちょっと一瞬焦りましたね。まあ結果で何もなかったんで本当に良かったなって思うんですけど、いやーでもね、本当に何があるかわからないので、まあこのままね、順調に出産までこぎつければなというふうに思っています。ということで今日もですね、この撮影の編集が終わり次第、次はチャンマルの方のね、病院に行きたいと思いますので、またね、そちらも何か変化があれば、随時報告していきたいと思います。ということで以上、ミルキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。ご視聴いただき、ありがとうございます。この動画がいいと思った方は、高評価。そしてチャンネル登録がまだお済みじゃないという方は、こちらから。チャンマルの成長動画を、そしてこちらからゲーム実況動画も上げてますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして Twitter もやってますので、 Twitter 気になるという方は概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひ Twitter もご覧ください。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんまたねー。